ということで、やってまいりました。こちら、丹波パークスですね、までございます。ただいまからですね、小沢仁さん、小沢兄貴の、舞台挨拶ございますので、しっかりと、切ってまいりたいと思います。さあ、それではですね、早速本日の主役登場していただきましょう。小沢仁さんです。どうぞ。アクションで僕その驚きました。還暦記念作品って書いてましたけど、うん、その世の還暦あんなに動けるのかと。いやだから還暦だけども俺の中では数字の60としか思ってない。なるほど。だけど取材とかこう俺がやろうって言ったわけじゃないの。僕冠がついちゃったじゃんだから取材で還暦ですよね、還暦ですよね、還暦ですよ言われるからなんか頭痛くなる。還暦ずつもう言われすぎて。いやそうだから数字で60だから大したことないよね。はい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 、うん、そのご自身でちょっとこうまあ、うん、アクションされたりとかして昔と変わってきたなみたいなところはあったりするんですか。それは跳躍した時の高さとかまあキレも今よりはもうもっと切れてるけどもまあ衰えるのはさ衰えるけど諦めてねえとずっと維持はする、はい、ある程度だって60で30ぐらいの動きってできてた方がおかしくねいやそうですねちょっと自然的におかしいですもんね。そうだから年なりにこう肉体の衰えに合わせたアクションやっていきたいのにまだ動けちゃうとこうなる動けちゃう動けちゃうからこうなっちゃういやそれはすごいなと思いますけど、はい今回、まあ、その脚本とか主演もちろんいろいろこなされてますけど、うん、どれが一番大変でした？演じることなのか作る方なのか。いや作るのは、スタートを切ってから、なんていうだろうクランクインするまでが大変。それまでが大変だけどインしてからはもうほぼ俺役者業しかやってないからまあアクションなんてのはもう40年間やってきてるから大変っていうことはない。だから裏方の作業の方がやっぱり大変。人をやっぱりこういっぱい集まってくるキャストもスタッフも、うん、これご自身が出演されてないシーンも、うん、現場に行かれたっていう情報を僕のところにはちょっと来てるんですけど、例えばリリーサンデーとかあってリリーさんは俺ワンシーンしか絡まねえから、うん、でリリーさんが初めて現場来るっていう時はやっぱり朝一から迎えなきゃいけないし、あとリノさんリノナイとか、はい、そういう人が俺の出番のない日に出るのよ。はい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 、だから休みがねなるほどなるほど。そうずっと現場いるからさ。でその現場行かれてその他の皆さんのアクションシーンとかこうこうこうしてっていうことではなく、だってもう監督がアクション監督だから本業は、はいはいはい、だからもうそれはもうアクションの部分はあの優秀だからみんなこのチームだからアクションチームね。だからもう全然そこに関しては逆にアクション、俺出てないところのアクションだったら、じゃあ俺明日はまた三時起きだから先帰るよとかっていう感じ。なるほど。うん、ちょっとアクションシーン、まあ、長らくやられてると思うんですけど、うん、その心がけてることとかコツみたいなやつあったりはするんですか？心がけてることもコツもないな。だから、はい、なんだろうな、ある程度アクションってすごく難しくて、こう稽古しましたって言っても、圧倒的に違うのはセンスがあるかないか、持って生まれた。そうだからセンスがないと稽古の積み重ねても、はい、稽古してないセンスのあるやつに勝てない。いやそれ難しいんだよね。だからこの坂上だって、まあ、こんな本格的にねアクションやったことはないけどこいつまあやっぱセンスはあるから、まあ、ここまでついてきたし、こんだけねでヒロインで、映画のヒロインで顔面ぶんつけられて蹴られてる女優見たことないそうですよね。そう、とにかく監督最後はもうあいつ顔血まみれになるぐらいやられて、はいはいはい、そうするとやっぱりなんか本人が最後の方をキリッとした顔になってくる。なるほどなるほど。修羅場をくぐったからさ。はい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 。そう、いやそうです。あ、ちょっと見てて
坂口さんとの戦いのシーンとか、もう倒れてるだけなのに何発かけられたりとか。そう、ね、あれも好きだったけど、わしづかみにしてお前こうやって、はい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 、女盾にして、で今と全然遠慮しないで殴りに行ってそうですよね。あれとかもそうだけど、結構あの廊下とかほぼフリーだから。俺とタクの戦いなんか、監督、お父さん、あのここはフリーで、フリーナイフ持ってるのにで、しかもあいつ早いじゃん。そうですよね。ついてくのやっとだよ。で隙見て一発ぶん殴ってやろうと思って、本当に殴りに行ってるんだけど、避け上がるし結構この盾とかだとイメージはもう本当こう、こういってこういってこういって決まってるっていうイメージ持ってましたけど、そのいや、あのシーンはフリーだと。これだって出てるメンバー結構アクションのスペシャリストが多いから、はい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 、俺たちじゃないとできないけど、ただ監督もこう縦で組んだあのアクションをこなしてるだけっていうのよりも、どうリアリティをこう出していくかっていうことを考えてたし、俺も考えてたし、はいはいはい、だから俺もあの今回この作品やるに向けてなんか体力トレーニングとかいろいろとかっていうのいつもやってるから、取り立てて何もやってないんだけど、唯一一個やったのはもうね、何年15年ぐらい人殴ってないからさ、捕まるから。当たり前なんですよ、ね、最後に殴ったのが45歳の時の弟のカズの顔。家族ならいいか家族ならいいか、それ以来人殴ってないんで、真面目にちゃんと生きてるからまあね、皆さんそうだから、こうピンク色の格闘技ジムにある人型サンドバッグ、はいはいはい、硬いの、うん、それをね、去年一昨年の後半から1年間ただひたすらぶん殴ってた。でマウントから殴る練習とか、はい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 、格闘家の人とこうやっぱ会ってても態度はすごくさ、なんかいい感じなんだけど、はいはいはい、やっぱりこいつなんかあったら殴りに来るなって雰囲気あるじゃん、はいはいはい、それが仕事だから優しくても、そうだから役者なんて手ついて、はいじゃあ右左行くよって、はい右左みたいにこう段取りしたくなっちゃうから、なんか殴る説得力って背中に出ると思うから、はいはいはい、それを鍛えるためだけに1年間。なるほど。じゃあもうその鍛えたその背中が、その作品でも背中だけ見ていろというセリフもありましたけども、より強化された背中になってたってことですね。なんか雰囲気だよ、うんうん、なんかあ殴ってるなっていう雰囲気。なるほど。で1年前のご自身と比べても本当に殴りそうな雰囲気がちょっと1年間、いや俺は正解だったのと思って映画見て、ね、より出たかなと、うん、そうか、その裏動線で感じたプレッシャーはそれだったんですね、僕が。どういう意味だいやでもそれじゃあリハーサルと本番でそのアクションが変わるってことを、リハやんはやらないもん。軽く手が決まってるところから、じゃあちょっと軽く合わせて、はいはいはい、軽くやって合わせて、じゃあ本番行きましょうだから。そのカメラワークとかもそのお二人の周りをこうグーッと回り込むとかも、もうそのあうんの呼吸と言いますか、まあ、大体監督が、あここはこういうふうにやってこうやってこう回ってくださいみたいな感じで、基本細かくカット割ってつないでないから長回しが多いじゃん、はい、だから基本はもうなんか移動車こう行ったらこうやって帰ってくるまで大和の戦いなんかそれ結構やりで、真ん中の部分で監督がこう巻き戻せるんだもん、いたって巻き戻してみたら、すいません今のキープでもう一回って寄りゃいいじゃん、絶対寄らないはい、はい、もう行って帰ってくるのは20回ぐらいやってたで、ヤマトの戦いも途中からフリーになったし、はい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 、だからあのマジで段取りがないから、で俺が一回マウント取ってヤマを上から殴りに顔面行ったんだけど、はい、避けるから俺コンクリート打って骨折れたの、ってのしたらあいつ下から肘打ちガーンとか来やがる、はい、頭くかムカついて起こして蹴ろうと思って取ってほぼ喧嘩みたいな。いや今映画の話ですよね、映画の話途中からなんかストリートファイトみたいな。いやもうだってあの俺とヤマトの戦いはだって俺年末のライジンかこれはって言ったぐらいのいやその実際こう拳打ちつけてしまって、うん、骨にダメージがあるのはもう使われてるシーンですか。本当だよ、全然そういうの俺気にしないから。ちょっとそれを踏まえてもう一回そのシーン見たいです。あ、ここで今折れたんだみたいな。まあね、はい、
山はね、あれ2人だけで12時間殴り合ったんだけど、はい、午前中キレキレが午後顔が半分になって真っ青になって脱水症状気味だったから、はい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 、誰か巨大この白いマント引き止めてくれって言い始めてから監督がじゃあここからフリーで殺す気かおらーって現場怒鳴っててあいつはマジに殴りに行くんだもん避けてくださいみたいなこれだってこれ俺らどっちかっていうと昔で言うなんかこうインディーズっていうか独立映画系でさ東映東宝松竹とか日本でいうメジャー大手だったらこれ作れないのマジでもう監督がこっからフリーでって言った瞬間マネージャーが来たああ監督岸川君何言ってんだよってうちの役者怪我したらどうすんだよって止まるじゃんだろでまだあんなに女優の顔を踏んづけるところで怒られるよ、はい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 、あれはフリーじゃないですよねあれはフリーじゃないだろあれはねさすがに本当にお前女優の顔を蹴ったら繋がんねえじゃんいやでもその12時間もああいうシーンを撮ってるって体力的にはいや俺にとってこれ最後のラスト1週間ずっとアクションシーンだけど、はいはいはい、初日があの120人との戦いを24時間撮ってたしだから俺でもこれ終わった後まだ1週間ぐらいまだできるなって言ったらみんなにふざけんなと怒られていやちょっと話聞いてるだけでも元気すぎますけどもね元気なんだよすごいなんだか知らないけどなんでかしら、こういう元気なやつはプツってどっかで人生を終わってくれた方がいいなと思ってその、まあ、華々しくというかずっとこう衰えていくよりも明日のジョーみたいにはいはいはい、燃え尽きて燃え尽きて、になってケンさんが燃え尽きるまでって歌って書いてくれたようにそういう風に死んだよね俺70まで生きて古希記念映画でこんな動けってなるもうそれこそアホだぞいやもう化け物ですよもういやなただ俺には、はい巨大なライバルがいるからよ。ほう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 トム・クルーズっていうライバルっす、ね、同い年だもん、はい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 、俺も行ってみてお前ら全身の時乗せるからって言ってみて砂浜せめて規模が違うからこいつらにお前ら吹き替えないよって言ったら、ねはいはい、やってることは一緒なんだ規模が違うだけ、はいはいはい、ただ俺もやっぱ次は宇宙で撮影やるからと言えねえな実はそれまあでも次宇宙の撮影嫌だろトム・クルーズも120人との格闘やだろうって言ってるかもしれないいやいやいやでもあの今度ミッションインポッシブル トム・クルーズ崖からバイクでダイブしてパラシュートでバーってやってさ、はいはいはい、これできんだ俺と思ってであの見せたんだけどトム・クルーズさんもスタント使わないねそうそうそうでも聞いたらあのバイクのジャンプで、1万回練習して、ヘリからパラシュートは500回ダイブしたって、でもそれメイキングで面白いのがあの監督とアクション監督がこうモニターを見てるんだそれでトムがバイクバーッと本番行った時、はい、ダイブするじゃんもう二人死にそうな顔して見てんのトムになんかあったらはいはいはい、はい、でパラシュート開いてる瞬間抱きついてたのもう安心安堵でそうだから俺らこうやって周りに迷惑かけてるんだよ心配かけてるなそれ周りに迷惑かけてるとしたらまだ1週間できるなっていう元気の方がそれもあるしあの時意外にねああいうのってやってる方はね全然クールなんだよ、うん、意外に死ぬと思ってないし、はい、死んでやろうと思ってるしなるほどなるほどそうだからあの本人はいいんだけどやっぱ周りはねうんあるよねでもその今回でいうとそのコンクリートをあと殴りつけて骨折したっていうお話もありましたけどそれはもう今までの映画人生の中では、まあ、日常茶飯事的な怪我なんですか、まあ、俺もう50本数えてるだけでは骨折してるし映画の本数かと思ったらもう骨折だから還暦だから骨折も60本までなんとか追いついておけばよかった60歳60本その時の現場で腰折れてるけど病院行かないからさ、はい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 、骨折ですって言われてないからそれ数に入ってないなるほどそういうの結構多いなるほどじゃあ正式なカウントをもししていたとしたら60本うん超えてるかもしれないこれはちょであのスタッフの皆さんもちょっといやいやいやって今いやだって俺言わねえもん痛みはもちろんだからこらえつつってことそれとあのもうスポーツ選手の、ね、アドレナリンのような、まあ、がもうずっと出まくってる時はもう基本痛くないもん
あの大和のこの掴み合いでこうやってガーッてこう、はい、あいつの襟掴んでるとこだって段取りでこういうふうにやったら払うからいいんだけど、はいはい、本気で言ってるじゃん、払えないわけで、はい、だからあいつ思いっきり払うわけで、はい、そうするとあ言ってると思ってこの2本ぐらいひっくり返ってるそれを戦いながら引っ張って戻してもう一回掴む。じゃああのシーンだけでも 2,3 本言ってた可能性ある。それはもう指は脱臼みたいなものがある。だから怪我は俺のミスだから、はいはいはい、ミスしておいていてで病院行きたい撮影止めるのってバカだ。そうするともう二度と俺にやらせてくれないんだよ、はいはい、俺認めないの。そんな足腫れてんのそれ骨折でしょ、病院でもいいよ全然、全然これ骨折じゃない捻挫とか言って認めないもん。俺病院行ったことないもん。それはあれですか、そのこういう映画の世界にいらっしゃる方皆さんそれくらいのこう心意気志なのか、小沢さんが特別なのか。みんな俺のことアホだと思って安心した安心した。やっぱそうすごい世界なのかと思ったら、いやいやいや、でもあの時最後の戦いで山がどっか行ってたって、山も病院行かないよ絶対、現場止まっちゃうから。はい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 、現場を止めるなって、カメラを止めるなみたいな言い方がありましたけど、そういう感じ。その、まあ、温度感だったりを下げないように。そうそうそう、あのやっぱこの映画の俺群像劇だと思ってて、主演だって言われるけども、なんかこう全員のエネルギーがお祭りみたいに膨れ上がってて、こう見てる人に襲いかかってくるっていう、あんまり日本映画って最近ないんじゃないかなみたいな感じだから、そういうのを作りたくて。まさにそういう作品になったと思ってるし。普段からかなり映画はご覧になったりすると、あのだからちょっと悔しい、あの今もう拡大労働者になってヒットしてるインド映画の RRR、 もう見た人いる？あ、見た。あ、でもいや、もう冒頭で俺バッとして負けてんじゃん。あいつ10万人と一人で戦ってたのさすがに俺も10万人ってどうなのって確かに、あれ見た瞬間、やべえ、インド映画相変わらず物量来やがるな、こいつらと思ってさ。ああ。いや、これじゃあ次作るんだったら。10万人無理だろ。早さするの。あれでもおそらくな、半分はこう奥 CG で出したんだろうけど、はい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 。いや、それでも楽勝で2、3万はいたぞ、あれ。まあそのね、インドと日本の人口比率考えたら、まあ、ちょうどいいかもしれないですけどね、まあはい、撮ってる本数があそこ年間新作700本ぐらい公開してるんだよ。インドすげえんだよ。で今日本統一やってて、多分おそらく今年が、日本統一が作り続けるあと1回か2回かな、だから日本で一番長いシリーズになる。あの寅さんが55本、南の帝王と神器が抜いて61か2かな。でも今年にそれを超えちゃうから日本と、はい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 、でじゃスタッフがギネスに申請してみようかって申請しチェックしたって、はい、したらとんでもないのがいた、はい、インドのテレビドラマが700回って、お前どんなよ700回孫まで行ってんじゃねえのっていう感じだろ、お前700回だぞ確かに物理的な限界ありますもんね。もうインドは回数やば、なるほど、700無理だなと。俺もそれこれ日本統一ところでどこまでやんのって言ったら100は超えたいですねって言うからさ、55までで9年かかってんだよ、はいはいはい、約半分じゃんか、あと9年なんて俺生きてるか分かんないからよ、途中いいとこで早く引退させてくれっていやでもね、先ほどおっしゃってた70ぐらいで明日のジョーのようにという、その前にぜひともちょっと70周年の作品への期待も高まるかなと思うんですけど、まあ前俺理想的な死に方は副上司だったんだけど南の島ででもやっぱ最近それ相手に迷惑かかるなと思って、まあ、そうそう、明日のジョーみたいにね、なんか綺麗な静かにフェードアウトしてる感じがいいよね、俺の中では。はい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 、なんかじゃあその今後こんな作品だったりとかこんなシーン撮ってみたいとかありますか？先ほどね、あのバイクジャンプだったりパラシュート俺できるぞともおっしゃってましたけども、うん、まあまあ常に今は何かっていうんじゃなく、まあなんかチャレンジはいつまでもしていきたいなと思ってるんで、はい、まあ、このバッドシティも、やっぱりあのみんな2待ってるとか言うんだけど、やっぱり観客の支持があってこその2だからさ、はい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 、その支持を受けた後にはもうものすげえ2引き下げて帰ってこようと思ってる。
その溺れげなのはあるけども、あ そ, うそれはやっぱりあの後押し受けてからの話だから、はい、そういう時にはまたやるよ、なんかかけてさすがに10万人とは戦わないなるほど、ちょっとド派手なというか、うん、ちょっとこうね、期待は高まるところではございますけれども、うん、せっかくですから、先ほどちょっとね、あの楽屋でも見た方の声を聞きたいとか、ね、あのおっしゃってましたけれども、質問ね、何かちょっとこう聞いてみたいこととか、うん、お話ししてみたいこと、なんか誰かあったら手を挙げてくれた、はい、あ、いらっしゃいます、はい、どうぞ。小沢さん の,、うん、あの体があまりにもこうでかすぎて、うん、すごくでかすぎて、体です、え、まあ、一部なんですけど、一部ではあるんですけど、全体ですよね、全体ですよね、今一瞬映ってたのかと思って心配になったの体がないでかいから、ヒヤッとしましたか、大胸筋とか、うん、日々すごく筋トレされてるんじゃないかな、してるけど、それ仕事ダメじゃない、若い姉ちゃんと海歩き行ったりしてる時に腹出てたら、俺はパトロンか父親に見えるそれが俺の人生にはない、なるほど、だから姉ちゃんのために行きたい、冬は冬でベッドの中で裸見せちゃうんだから一年中鍛えてんだよ、わかる、あのな、そういうな、このためにトレーニングしてこいつも待ってたけど、何かのためにトレーニングしてるっていうと、それ終わるとリバウンドしたり終わっちゃうじゃん、はいはいはい、俺、姉ちゃんだから生涯のテーマだから元気元気、そう、だからそれ言う動機は不純なほど長続きするんだよ、なるほどなるほど、うん、はい、さあ、もう一人ぐらいいらっしゃいます、はい、どうぞ、はい、どうぞ、大好きです、ありがとうそれは質問じゃねえじゃんそれ告白だろ先ほど山口さんとのシーンもおっしゃってたんですけれども、普段日本統一で古文っていうか仲がいい可愛がってる方との、うん、今回はこう敵役っていうことで、うん、シーンとしての体の役作りみたいなのをおっしゃってたんですけど、気持ちのなんかこう憎く思いたい敵なんだっていう心の役作りみたいなのが大変だった、いや全然あの別に山はやっぱり今山じゃなきゃ最後あれ俺と最後までやりきれなかったんじゃないかと思ってっから、あの俺と最後に戦うのは山がいい、でその気持ちの問題っていうのは別にもうすぐ山との戦いが3日後かその辺ぐらいから山って言いまして、あいつ休みだったりするとてめえ飲んでんじゃねえだろうな、まあ、殺すよお前、毎日5、6回殺すからお前、明日撮影の時はお前よいよお前を殺せるなって、もう現場で会った時からも山もあの毎日言われてるから、だからこれやばい、また一旦兄アドレナリン全開で行ってると思ってるから、山も朝一からすげえ、ああやだ、嫌な感じ、嫌だ嫌な気がするってずっと言ってた、で始まったらあいつもやらなきゃやられるなと思い始めたから俺を殺しに来てる、なるほどなるほど、まあ、その数日前からの気持ちの作り方がそうそうそうああいう迫真のにつながったってことです、ね、そうそうそう、いやすごい深い質問ありがとうございます、いやあれあれあのおりますけど、もう一方いらっしゃったのでちょっと、はい、はい、ではどうぞ、はい、あの逆立ちをするシーンがあったと思うんですけど、ラスト最後、はい、は実際にやってはっ、それはね企業秘密でっていうかね、逆立ちを舐めてたね俺、まあ、脚本上あってできると思われ、いや脚本上はない、ほう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 、現場で冒頭も校長だから、はい、ラストも校長でまたなんか同じようなのつまんないね、はい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 、作立ちやってみると監督いいですねって言ってでやってたんだけど、はい、いや何が大変だ、アクションだけ動けるけど逆立ち2秒ぐらい、はいはいはい、できて持つのかはいはいはい、でこれどうぞ、俺最初さあの壁に足をかける逆立ちかと思ったの、はいはいはい、なるほどなるほど、裏に入るからさ、はいはいはい、とか引くじゃんよ、マジかと思ってそれをさ何回も何回もやってるしさ、山が来てさ兄だから言ったでしょ逆立ち舐めたらダメだって悪いお前ちょっと持っててくれるって、はいはいはい、あれ壁に山張り付いて端っこが押せてるの、あの合成で山消してんの、
そうなんですか。そうスタッフさんとかじゃなくご本人が。そう。ええー。いや坂たちはやっぱ大変だな。舐めてましたか。舐めてた。いやでも2秒できるのもすごいんですけど。2秒はできるけどやっぱそうなると新体操の選手すごいな。はい。なるほど。いやあれはそう。実は。もう一回見たくなりますよねそのシーンね。あこっちに山がいるんだなと思って。消されてるんだなって。さあ。ということでちょっとねもっとたくさんの質問も受け付けたいところなんではありますがちょっと心苦しいところでありますがお時間の都合上フォトセッションに移らせていただきたいと思います、ということでフォトセッションも以上とさせていただきたいと思います、うん、皆様ご協力ありがとうございました。あと直筆のサイン入りのパンフレットが、はい、この舞台卒業を振り始めるので、はい、さっきずっと裏でこうやって書いてたから、はい、あのもしよかったら買ってってください、はい、オリジナル T シャツと合わせて販売中でございますのでぜひともお手に取っていただきたいと思います。あとこの口コミ皆さんですねあの SNS 拡散していただくにあたって、うん、なんかこういうのを書いてほしいとかなんかいやそれもみんなの思ったことそのまま書いていただければ、うん、つまんなかったって書いてついたら殺すぞ。最後むちゃくちゃプレッシャー。さあということで、あっという間のお時間ではございますが本日の舞台挨拶は以上となります。改めまして小沢さんに盛大な拍手をお送りください。思えない、素晴らしい役所を見せてくれた、小沢仁さんのバッドシティ。